はい、じゃあ、眉毛太郎です。本日はですね、受験生が7月に絶対にしておいてほしいことですね。それをお話ししていきたいと思います。はい。で、今回のサムネを見てですね、じゃあ7月にすべきことは何だろう、国語は何なんだろう、数学は何なんだろう、理科は何なんだろう、社会は何なんだろう、英語は何なんだろう、みたいな話を期待した方、ごめんなさい。今日はそういう話は一切しません。そのような話は基本的に他の YouTube、動画を上げられている方とか、まあ、先生とか、ググったりとかしたらいろいろ出てくると思います。なので、そんな話は僕は一切します。それよりもっと大事なことをお話したいんです。何かというと、無駄な勉強したくないですよね。無駄な勉強したくなかったらどうすればいいと思いますか？さあ、たった一つだけなんです。たった一つだけ。やるべきことはたった一つだけで、無駄って何かというと意味がないことですよね。つまり、自分が今している勉強に対して全て意味付けをしてくださいってことなんですよ。で、無理やり意味付けをしちゃダメなんです、この時に。無理やり意味付けをするんじゃなくて、無駄だ、意味がないと思ったことは、やらない、やらなくして、その空いた時間に意味のあるものを追加するってことをやってほしいんです。たったこれだけです。7月にやるべきこと、本当にたったこれだけなんです。大体多くの受験生が、今いろんな勉強法でやってきて、大体7月ぐらいに自分の勉強方針だとか、やり方とか決まってきてると思うんですけど、ここでもう一度見直してほしいんです。ここで最終決定というか、ここでもう大きなゴールまで行くんですね。受験のゴールまで行く、このレールですね。で、7月、8月っていうのは、まあ、今年コロナありましたから、夏休みは短い人も多いと思いますが、この、あと半年ちょっとっていうところで、自分の勉強を最終チェックしてほしいんですね。本当に意味のないことしてない、無駄なことしてない、それどうやってチェックすればいいの？じゃあ、例えば青チャートを今毎日25台、15台やってると。じゃあ、なんでそれやってるのって聞かれたときに、自分のゴールはここで、そのゴールに対して、例えば数学だったら、こういう過去問で、この点数が取る必要があって、こういう過去問の出題だから、こういう勉強とこういう勉強とこういう勉強とこういう勉強が必要あって、その今こう階段を登っていくフェーズのここにいて、ここの階段を登ることに対して、青チャート15台をこのようにワークするっていうことを説明しないといけないんですよ。説明できないとダメですよ。ふわっと説明じゃなくて、普通に、ちょっと親とか、学校の先生とか。そういう人たちに対して突っ込まれないように論理的に自分の勉強、今やってる勉強はこうこうこういう理由で自分の結果につながるよってことを説明できないといけないんです。で、説明できない、説明できない勉強に関しては非常に危険な可能性が非常に高いです。ただの洗脳でやってる可能性が非常に高いです。誰々にやっとけとか友達がよくやっているからやっているみたいなことになってる可能性が非常に高いので、そこは注意してください。で、もう一つですね。もう一つ、基本的に意味付けをしようと思ったら、まず自分の勉強の意味付けっていうのが今まで話してきた話で、もう一つ学校の勉強ってなかなか意味付けしづらいよっていう話をよく聞きます。これどうしたらいいかというと、学校の授業無駄だっていう人いると思います。で、わかりますよ。僕もそうだったんで、別にこの授業の内容は僕に合ってないなとか、いや、この授業はもう俺自分の勉強で終わってる人とか、1年前ぐらいに終わった人みたいなことあると思うんですよね。とか、もう自分は結構この解釈とか英語は得意だから、別に学校の授業より自分の方がレベル上行ってるから自分の勉強したいとかあると思うんですよ。でも学校の授業するの結構きついじゃないですか。まあ、内職するっていう手もあるんで、できる人やってくれたら全然いいんですけど、なかなか内職しづらい人いるじゃないですか。根が真面目なタイプ。ちょっと罪悪感を感じちゃって、それってテンション上がるじゃないですか。それちょっとわかるんですよね。で、そういう時どうしたらいいかというと、学校の授業を最大限意味付けしましょう。最大限。例えば、じゃあ授業中に、まあ、本開かないとダメじゃないですか。授業でやってる本は。開かないとダメと。でも、長文やってて、自分はもうこのぐらいの長文すぐ読めるよ。聞く意味ないと思うんですよ。別に解釈や訳も全然できるし、長文の問題も正解すると。そういう場合は、予習でパッと解いてきて、パッと解いて解き終わってるじゃないですか。で、ほとんど正解でしょ、どうせ。ってなったら、その空いてる時間で先生が解説してる間は何をするかというと、思いっきり違う教科をやったりするとダメなので、じゃあ、英語の中で自分が足りてないところ、おそらく、単語とか暗記系の維持あるじゃないですか。英作文の暗記ですか、単語の暗記とか、熟語の暗記とか。あ、これって維持しないとダメでしょ。といっても、なかなか家とかでさ、なんか30分単語書しんどいじゃないですか。じゃあ、そういうところに対して授業っていうものをよく考えてみると、授業って集中力強制発生装置なんですね。もう一回言いますよ。授業って集中力強制発生装置なんですよ。寝たら注意してくれる先生がいるんですよね。寝たら注意してくれる先生がいるし、みんな集中して勉強してる感があって、集中しなければならないっていうプレッシャーがあるんですよ。あの授業っていう空間にはね。なので、あれをうまく活かして自分の家ではやりづらい、集中力が家ではなかなか持たない勉強を授業中に、かつ先生にもあんまり言われづらいような部分を持ってくる。っていうことで、長文は解いてきました。はい、先生が解説しています。単語を調べているとか、別に自分が長文できると、まあ、先生としてもによると思うんですけど、そういう単語書とか広くのための俺の授業聞けみたいな、論理破綻してるような先生もいると思うんですけれども、英単語帳とかだったら調べてますよ感も出せば、そういう先生も割と防げるし、かつそこそこ理解のある先生だったら、まあ、別にこの子はできるから、今単語の自分の勉強やってるんだな、空き時間に空いてる時間だから自分の勉強としてはもうこの長文は終了してるから単語をやってるんだな、で当てられた時とかは自分 の, もう別に予習でできてるわけですから、じゃあそこを答えたらいいじゃないですか。でその他の時間は、それは自分がわからないところとかはチェック入れて聞いたらいいですけど、それ以外の部分は単語をやったりとか英作文の
例文を、見て覚える。まあ、基本的に、暗記方法はこの多頻度反復っていう図で説明しているんですけども、これだったら書く必要もないですし、基本的に見るっていうことがスタンスになってくるんで、見てっていうことをやっていただけると、単語、イディオム、英作文っていうこの3つ、なかなか暗記の維持が必要じゃないですか。だから何回も繰り返さないとダメなんですよね。1回単語をゆっくり1回書いてからと覚えないでしょ。だから何回もやらないとダメなんですよ。でもその1個に単語に見る時間ってそんなに多くないじゃないですか。もう1個2秒とか3秒、それで結構なんですよ。でもその代わり複数回やらないというね。ってなると、学校の授業で英語って非常に多いでしょ。だからそれを学校の授業でひたすらやっていくと、英単語の抜け、あ、忘れたってこともなくなるし、イディオム忘れたってこともなくなるし、英作文の例文はいっぱい入るから、あとアウトプットすればよろしいという状態になって、非常によろしいよということなんです。でこれは僕結構やっててですね、高3の時にですね、解釈の内容が、学校の授業は、英文解釈の技術、とか透視図、透視図を学校の授業のプリントでやらされたんですけど、自分でやったんで、もうほぼ一緒の文章なんです。ほぼというか 100% 一緒の文章なんですよ。なんで、別にもう解説も読んでるし、できてるんですよ。なんで、解くときだけ解きました。解くだけ。復習になったんでちょうど。復習になって解いて、自分が忘れてるところがあったら、そこはチェックして、聞くっていうスタンスを取ってましたけど、全部シュッと訳せて、これはもうこうやって、これやったことあるわ。復習だ、あ、できた、訳せたって思った文章のときは、もうそれは終わって、当てられたらそこを当然訳しますけど、別に当てられてないときは、シスタンをもう、ブワーっていうスピードで食ってましたし、僕、英作文、例文じゃなくて、フレーズごとで覚えてたんで、そのフレーズ集っていうのを自分で持ってたんで、それをひたすらずーって見てたら、シスタンがね、一つの授業で5週、そのフレーズ集が5週ぐらいは余裕でできるんですよ。ってなると、それを週6回ぐらい英語の授業だったんで、それは覚えるわな、記憶の位置がすごいほぼ 100% 近くなって、単語のど忘れとか英作文のフレーズのど忘れとか、そういうことがなくなって、非常に英語の精度が高くなっていくんですね。ということでおすすめですよということですね。まあ、英語に関してお話ししましたが、他の科目でもいろいろあって、数学だったら、例えば、通算の内容やつで自分は終わってるんだったら、例えばその通算の青チャートとか、フォーカスゴールドとか、まあ、基本的に暗記って呼ばれるやつ、まあ、上級者やったらやさりとかやってる人もいると思うんですけど、そういうのを持ち込んでですね、先生が解説するときにパーって解法を見ていくとかですね、理科だったら、物理とかだったら、普通に今授業でやってることを自分が理解してるなら、先生の授業がなんか説明してるときに、じゃあ例えば、何でもいいですけど、コンデンサーを説明するってなると かなり幅取っちゃうと思うんで、誘電率を説明しようっていうのを発想して、誘電率って白いからノートにでもね、自分で書いて、先生が説明しての待ってるんじゃなくて、自分でブラーって説明書いてみて、完結するかどうかを確認してみるとか、そういうことをやることもできますし、科学で、有機化学の、反応マップを一つ一つ、先生が説明してるんだったら、反応マップ自分で取られてバーっと書けるかやってみたらいいですし、いろいろやり方はあるんですよね、各科目。やり方はあるので、そういうやり方を発想するっていうのは考えないとダメですよ、自分の頭で。まあ、いろいろ調べてもいいですし、そういう授業をもう無駄って切り捨てるんじゃなくて、一つ一つ意味付けしていこう。自分の勉強100% 意味付けしてくださいね。自分の支配がほとんど入ってるんで、あとその自分の支配が入ってる部分 100% 自分でコントロールできる勉強っていうのは、意味付け 100% やっていただいたらいいんですけど、学校の授業とか塾の授業、まあ、塾の授業いらなかったら切っちゃえばいいんですけど、学校の授業とかでほぼ必須じゃないですか。じゃあ必須のものに関しては 100% にならなくても、例えば今 40% しか意味付けできないものを自分の頭と考えて工夫によって 90% にできるようにした方がいいじゃないですか。なんで僕の生徒にもよく言ってるんですけど、自分の勉強をバーッと書き出して、今やってる勉強とか学校の勉強とか学校の授業とかバーッと書き出して、それ矢印引いて、それぞれの意味をちゃんと書いていくんですよ。意味付け、こういう意味でこれをやってる、自分の志望校に対して、こういう階段があって、ここのフェーズでこれをやってるのはこういう理由である、こういう理由でこうやればこういう結果が出るということが論理的に証明されてるので、この勉強やってますみたいなことが書けたら OK なんです。でも書けないものに関しては自分で考えて工夫しないとダメだし、いらなかったら切らないとダメなんで、それを一個一個点検するのが7月っていう、これは最終期間ではないかと僕は思ってるんですね。別に9月にやっても問題ないですけど、やっぱり上位校を狙ってる人とか結構難しい、自分の今のレベルよりかなり上行こうと思ってる人はやっぱり勉強量がいるし、方向性を定めないと無駄に勉強量を増やしたと成績伸びないんで、7月が最終チェックだよと言ってこの動画を撮らせていただきました。はい、こんな感じでムービーズでは受験勉強を論理的に語るということをやらさせていただいております。また自分でもですね、シェアリングなり教育サービスを行っていまして、まあ、そこの生徒にから得られるですね、質問を、多く寄せられる質問をですね、この動画で解説したりということをやらせていただいております。1週間無料体験ぜひ受け付けているので、概要欄からご覧ください。この動画がいいなと思っていただいた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。復習としては、自分の勉強すべてに対して意味付けをしましょう。7月にやることはたったこれだけです。ではまた明日お会いしましょう。マイケル・トロシト、バイバイ。